ぶち切り藤原です。坂本です。今日はもう1年の最後のうん、もうちょっと今の間はもういろいろ思い出しててさ俺も、はいはい、うん、1年間の、ね、1年間ラストの2020最後の動画になるわけだけども、そうだねラスト、この1年、うん、まあ3月4月ぐらいから、うん、まあ YouTube そして TikTok を始めて、うん、もう年の初めには予想できてなかったけど気づいたら TikTok になってましたね俺は、うん、でお前はそのアシスタントとして、ね、気づいたらアシスタントだった、ね、1年過ごしたわけだけども、うん、軽く振り返ったらなと。まあ今今日はね、りょうたと弟子ごっちもいるから。うん。まあ今年一年。もうほんと一言で言えば最初に言えば本当に良かったよな。うん。そうね。うん。良かったって感想だよね、まずね。本当に。うん。マジで。良かった。やっぱ一番良かったなっていうのが、この状況ね、うん、になってでも、うん、こんなに素晴らしい状況になってでも平気で解散とか言うんだなと思って、お前は。お前がな。俺がね。そんな時期もあったね。笑ってるじゃねえぞお前。解散事件ね。いろいろありましたね。解散事件にも事件としてももう警察も扱ってくれませんでした。なるほどなるほど。もう毎回やられてますよねオタクお二人で。何回ぐらいありましたか。解散になりそうだった。今年だけで。今年は3回だよ。3回もあったっ。あっただろうがよ。もうその中でもまあ俺はくじけずね、頑張って。そうね。やってたね。ああ、うん、いろいろあったね。だって始めた時もうほんと2、300人しかいなかったんだぞ、4月の段階では。そう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 。空気悪い状態での生配信を毎日お送りしてて。20人ぐらいしか見てないよね。ねえっておめえのせいだけどな。まあ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 。もう年末ですから、まあちょっと心よく行こうよ。それはこっちが決めることで。そっからね。うん。TikTok。そう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 。ちょうど俺の誕生日の次の4月9日に始めて。そうね。もう1個目からプチバズりみたいな状況で。そうそうそう。気づいたら今27万人でさ。そうね。ああピーマンにぶち切れが最初だっけね。そうだよ。個人としてはね、俺としては、大したことないけど、いろいろこう状況が変わったりとか、うん、今までやってきてないことをたくさんやったから、結構もう気づいたら年末っていう感じなんだけど。なるほど。友達としてはどうだりょうた。その。もうすごい良かったんじゃない本当に。うん。だってね、うん、TikTok 見つけるまでは地獄みたいな日々を。でよく、うん、よく地獄のところに引っ越してこようって思ったな、お前。ね、救世主だったけどね。救世主だよ。まさに。まあ、それだっていい。りょうたがいなかったらもう本当に、うん、まあ今みんなが間の間に想像したようなことが。怒ってたはずだぞ。そうね。うん。ほんと地獄で、ほんと光を与えてくれたよね。で、まあ、TikTok 始めて、うん、すごい良かったんじゃない？やっぱ宇治もほんとに。いや、良かったよ。人生が変わったぐらいの出来事なんじゃない？マジで変わった。まあそうね。こんなに変わるのかっていうぐらい変わったよな。うん。だ今いる視聴者とか、うん、みんな TikTok きっかけでこっちにね、うん、来てくれたわけだからね。うん。うん、手数増やそうと思って適当に喋るのやめてもらいます。まあでもその TikTok とかのおかげで、うん、弟子になりたいという DM もな。そうなんだね。確かに。ゴッチが途中で加わったりね。うん。ありがとうございます。やっぱ今年一番その友達とかに話して、TikTok フォロワーに20万人超えたんだよね。とか、うん、YouTube 3万超えたんだよね。よりも、うん、弟子できたんだよね。が一番引きがあるもん。弟子。そうね。弟子。どういうこと？そうだよね。まあなるよね。一番引きあるよね。うん、どんなやつなのって言われて、いやなんかまあまあ大学行きながらそういうお笑いのことと、うん、あとなんかラップも好きでラップもやってるみたい、うん、みたいな話をすると大体なんかあーなるほどね、あんまいい反応はしない、宇治原系ね感じにはなってるけど、まあまあ俺ら的にはな、本当助かった、ね、貴重な戦力になったね。貴重なね、貴重な出会いだったね。ああ、うん、本当よかったよ。よかったね。どうだお前はこのメンバーに入ってみて。いや最初は地獄だって思ってないところに俺は入ってきたんで、りょうたさんは地獄って分かって入ってきたかもしれない。なるほどね。なるほどなるほどね。俺は全く地獄って分からず。エンターテインメントで切れてる人のとこだと思って、うん、ね、キャラだと思って来たら、そしたらやっぱ生配信前にグーパンも見れました。そうだな。やっぱ。10個も上の人がガチで切れてるところを、うん、本当に2メートルぐらいの近くで切れたんで
いい経験にはなりました、ね、そうだよ ね, ねなかなかになるじゃないもんね、そんなの ね, ないね、見ないよね、もう、まあ、結果良かった、結果良かった、良かったね、うん、ありがたいね。覚えてる、だってゴッチが初めての撮影来た時、うん、猫にぶち切れん時だね、確かね。いや、違います、違うちょっとだっけ、うん、あ、違ったもん。ごめんごめん。生配信クイズの戦い。あ、さあ、そうだ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 。うん、そうだ、覚えてる。俺にも愛ないみたいな。これ今編集してる大チュンっていうな、もう一人俺らの後輩がいるんだけど、うん、いつもな、もうずっと編集してくれて、ほんと助かってんだけども、うん、大チュンは知らないと思うけど、もうゴッチのこと何回も大チュンって呼んでるし。こいつな。ただメンバー内にいる年下の二人としか捉えてないってことだから。最悪だ、ひどい。最悪だよ。大チュンとゴッチをね。うん。いや、そんなことない、そんなことない。大チュンに関してはもう10年近くの付き合いだよ。こいつは数ヶ月だけど、もう来年はね、ちょっとちゃんと呼べるようにしていきたいしね。あのさ、お前をつっつく話したらなんか、うん、終わり際にはい一段落みたいな顔すんだよ。一笑いあったので次の話題みたいな。そんな目的に喋ってねえからな。そうかそうかそうか。じゃあお前はどうなんだよ。いや俺はね、でもね、うん、あっという間じゃよく分かってない。まだ、いまだによく分かってない。もう分かれ。本当だって300人で、誰が見てんのっていうような生配信を2人でね、うん、一緒に住んでるからってやってて。サイケとテツジが見てたと。もっといるけどな、他にも。でもそっから本当今、そう、12月31日って言ってもう終わりだけど、うん、3万人を超えてるわけじゃん。今8000人ですね。これが今どういう状況って今、あんま分かってないまま新年迎える感じ。うん、まだ実感とか実際ない。うん、本当に実感がない。ただ暗闇の中って感じ。暗闇の中なのまだ。暗闇。その暗闇から出たばっかで眩しすぎて見えないとかじゃなくて、暗闇なのまだ。いや違う、暗闇なのかその光があるとこなのかも分かってない。光があるに決まってるだろ。まあちょっと来年の目標みたいな話になっちゃうけど。はい。やっぱ来年はもちろんこのメインは俺のね。うん。ぶち切れウジャラでどん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 行って。うん。もうこいつだ。うんうんうん、ブチギレウジャラ&坂本だから、はいはいはい、やっぱこいつのヤバさが、うん、もうシンプルにただ俺に危害加えるってことでしか発揮されてないからさ、まあ、それを何かいい方向にベクトルがカチッとはまれば、そうね、ミラクルを起こせる能力はあると思うんだよな。やっぱり切れる生配信でまだちょっとコロナのこともあってどうなるか分かんないけど、うん、マックス目標こんぐらいいけたらいいっすねっていうので言ったのは、もう今年ゼップで切れる生配信、うん、1000人キャパのところだから、まあ500人とかにして、うん、そうだね、うん、冬までにはできたらなと思ってるわ。うん、もうとにかく俺はその芸人をやってるわけだよずっと、うん、でまあ芸人界でずっと芸人っぽくないとか、うん、あのね、 M1 で今年漫才じゃないかどうか議論が出たけども、それよりもはるか前から普通にいろんな人たちに、あ、漫才じゃないよ君たち違うよって本当そうだったね、否定され続けてきたわけだけども、うん、ここでやっぱりこう TikTok とか YouTube で俺のやりたいことが笑ってくれる人がいたと、うん、いうことで力取り戻したから、うん、俺新たな芸人像というのがもうそういう芸人というネーミングですらないのかもしれないけれども、本当そうです、俺はマジで本当革命を起こしたい、うんうん、これは18歳のやつが俺東京行って絶対有名になって帰ってくるからと全く同じぐらいの信頼度しかないよ。いやそうなの、うん、はいはいはい、信頼度しかないよ、ないじゃん根拠なんか、まあまあそうだね、根拠なんてないもん、ね、だけど注目してほしいのは、うん、もう32で、うん、もう夢破れ、もう俺の人生は終わったんだと思って1月に死んだ方がマシじゃないかと思ってたやつが、うん、俺ちょっともう一回スーパースターになりますわって言えるマインドまで来たというな。そうね、うん、本当に思ってるわけだもんね。本当に思ってるから、気持ち悪いだろ、本当に思ってるから、うん、そうなんだ。俺としてはとりあえず気持ちは喋ったけど、どうですか。じゃあ一応序列でいくと、じゃあ、ね、2番目は亮太です最後、うん、まあね、うちがスーパースターになるためにね、うん、やっていかなきゃいけないからね、うん、頑張ろうまあまああいつはムードメーカーとしてね。来年はもしかしたらジジチャンネルの視聴者の方も亮太の姿見れるかもしれないし、ね、もしかしたら出てくかもしれんじゃん、うん、まあそうだね、そうそう、そういうのもいろいろ楽しみだね。こっちもまだ実は映ってないもんね。いや映ってる、あ、一回そうかそうか、やっぱ覚えてないです、ね、動画もう一個も覚えてないみたいですね、もうそうだそうだ、インタビュー撮ったの、ごめんごめん、すごいな隣に並んで映ってるのに、そうだそうだいや、ちょっと聞きたいんだけど、坂本は、うん、坂本もやっぱスーパースターになりたいの？なりたい、実際なりたい、あ、なりたいの、うん、あ、いいね、いいね、そこにこいつみたいに
なるんだっていう、まあ、なりたい。うん。なりたい、正直。俺も、来年からこう、ね、じじちゃんで頑張ってって、本当にそういう、純粋な、本当にそういう気持ちを取り戻して、うん、本当輝きたいなっていうのは本当ですね。うん、これはマジでそう。うん。弟子としてゴッチはまあ一番視聴者にも近い感覚で見てるわけだけど、なんか最後まあ要望なりそれとも感想なり何でもいいけど、やっぱリスナーさんとのイベントを開きたいです。なるほど、そうだな、実際にこう会ってみて、どんな人が見てくれてるのかなとか、リスナーさんの熱意とかを宇治原さんがやっぱ直接触れる機会があると、もっとジジチャンネルも乗っていくかなと思うんですね。はい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 、うん、なるほど。さっきのイベントやるっつったからな、ねえ、重複してるよね。構成作家なの、構成全然できてねえじゃん。いや、あの、ごめんごめんごめん。俺のいじりに入ってくんのやめてもらえる？マジで。なんでお前が言えんの？めちゃくちゃ。お前より動いてる。マジで。てめえなんか息抜きで歯医者のバイト続けたいとかわけわかんない。最後、今年最後の動画、お前本当に血だらけの動画にしたらいいよ。まあ今言ったこととかも明日には変わってたりする性格なんですよ。散々言ったけど、散々言ったけど、そうね、まあでも今の本音は言ったわ。だからちょっと来年も興味あるやつは見続けてくれ。ライブやるってなったら来てくれ、うん、それはで一緒に革命起こしてくれ、うん、だな、うん、ああ、じゃあ最後ブチ切り宇治原らしく、うん、今年一年ありがとうだ。じゃあ来年ももう一発目から切れる生配信あるからな、1月1日お年玉も入ってると思いますんで。お願いします。ということでマジで今年1年復活できて最高です、うん、みんなのおかげありがとうな。じゃあなー。